二般長は西洋音楽における長の一つで二音を主音とする単長である。調合はフラット一箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。バロック時代、鍵盤楽器は、波長調を基準に、中禅音律等の古典調律に調律された。二単調の場合、近身調すべての調の音階の響きが良いので、と単調同様、穏やかで真面目な雰囲気を感じさせる。バイオリンの弦の音をすべて含んでいるため、バイオリンにとっては演奏しやすく、機能化成上の主音、俗音、 家族音の5度が開放弦のため倍音の響きが豊かな調べである。リュートの場合、第1コースから12、F、D、A、F、D、A と2単調の手話音に調弦される。そのためリュートがよく響く調べである。現、管楽器ともに比較的よく響く調べであることから、単調の作品が極端に少なかった古典派時代においても、この蝶は多く書かれた。ただし、 蝶々の曲の数に比べれば圧倒的に少ない。公共曲、競争曲のジャンルではトランペットとティンパニを加えた創造的な作品が多い。シャルパンティエはこの蝶について厳粛さや経験さを表すと述べている。マッテゾンは信仰深く穏やかであるとともに高貴で心地よく満ち足りた性格を表すと述べている。歌劇や宗教曲では 人間の激光する場面や恐怖、修羅場を表す怒りの蝶として多く用いられ人間を表す象徴となる。カテゴリー2単調を参照。ありがとうございます。